エゾシカ肉のライスカレーだ。おそま。アシリパさん、それ食べてもいい？おそまだから。どうした？ひなすぎるおそま。札幌ビール飲み勝負だ。じゃんじゃん持ってこい。知ってるか？札幌のビール工場を作った村橋久成っていうお侍さんはな、函館戦争で土方歳三と戦った新政府の軍艦だった。土方の野郎、戦争に負けたのは悔しいが、奴の作ったビールはうまいってよ。ん？土方歳三が？もしも生きてりゃそう言うだろうなって話よ。みんな手伝え。こらこら、取れないよ。小太りじいさんじゃないんだから。アシリパさん、おやめなさいって。お嬢ちゃん、いい女になりな。大事なのはチンポだ。チンポは海で見たけど、なんか男は寒いと縮むんだよ。伸びたり縮んだりするの知ってる？大きさの話じゃないぜ。その男のチンポが紳士かどうか見極めろって話よ。その通り。よし帰るぞ。チンポ講座終わり。女将が部屋で俺を待っている。先生、ごちそうさま。